皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時の放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて、昨日の話ですけれども、このような報告が出ました。これは朝日新聞の慰安婦報道に対して、朝日新聞が選んだ第三者委員会が調査をいたしましたが、その第三者委員会の報告書をこの独立委員会がもう一回検証するという、その結果がこの報告書です。これを見ますとですね、朝日新聞が、朝日新聞の報道によって海外における慰安婦報道がぐんと増えたこと、そして国内の報道においても朝日新聞がぐんぐん引っ張って他のメディアがそれについて言っていたこと、そしてまた慰安婦の報道については日本政府を相手に裁判を起こした、まあ身内としての利害関係のある記者に記事を書かせたことなど、多くの問題点が指摘されています。この朝日の報道によって根拠のない強制連行説が世界中に広まった、そのことを第三者委員会は指摘していないというのも結論の一つです。このことについては3月6日に、西岡努さん、そして、島田洋一さん、そしてまた花田さんなどと一緒に特別の番組を組みたいというふうに思っています。ぜひ3月6日金曜日の報告もご覧になってください。さて、今日はですね、あのイスラム国に2人の日本人が拘束されていたということが分かってからちょうど一月になります。この一月の間に本当にいろんなことがありました。日本人の人質が殺害されました。そしてまたテロ勢力がどんどん広がっていって、リビアでエジプトの人たちが殺され、エジプトがリビア軍とともにリビアの国内にあるイスラム国を爆撃するなどということも起きました。イスラム国、そしてイスラム原理主義者たちの、過激主義者たちの勢力がどんどん広がっているわけですね。そのような時にアメリカは一体何をしようとしているのか、日本は一体何ができるのか、今日はヒゲの隊長こと佐藤正久参議院議員をお呼びいたしました。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん ね、はい、ちょっとここに今中東の地図を出してみたんですけれども、はい、とにかくそのイスラム国という、私たちにとっては理解することが非常に難しい過激派がどんどん勢力を広げています。これちょっとご覧になって説明をしていただけますか。まずもうイスラム国と言ってますけども、国じゃないんですよ。国じゃないです、ね、もともとね、これは 、まあ、準国家というか、はい、自分たちで貨幣を作ったり、はい、あるいはその警察を持っておりますけども、まあ、国としてはどこも認めておりませんから、ただテロリスト集団が初めて領域を持ったと言ってもいいぐらいの今状況になってます、うん、なるほど。今までのテロリストってここは自分たちの領土だっていうのはなかったですね。なかったんです、はいはい、もう進出鬼没ってどっかでこうテロリストをポンとやってまた逃げる状況ですけども、今度はこのイラクとシリアの北部の方、ね、はい、またがった地域に自分たちの領域を持ってしまった、でそこを中心としていろんな活動をやってる。ここにちょっとシリアとイラクにまたがった、これですよね、はい、この黒いとこ、あるいはその紫っぽいところが彼らの影響力があるという、はい、これは面積としては非常に広くて日本列島よりも広いですよね、ここ多分。そこまではいかないんじゃないかなと思いますよね。そうですか、はい、ただ割と領域は持ってます、はい、でここでやっぱり一つ注目しないといけないのは、イラクだけではなくシリアの方にもまたがっていると、これが非常に大きなポイントで、もともとはイラクだけだったんです。それがシリアの方まで、取ったことによって戦略的な深みっていうか、重心を後ろの後配置、これを持つことになってしまった。つまりシリアにテロリスト の、まあ、その訓練センターを持っていたりとか、そうですね、ということです、ね、正義を持ってしまった、はい、例えばイラクの方でイラク軍と戦って、うん、アメリカ軍がイラクに与えた兵器ありますよね、それを、獲得すると、はい、そうしたらその兵器をシリアの方に持っていっちゃうんです。そうするとイラク軍はシリアに入れませんから、だからもうシリアのイスラム国の地域っていうのはまさに聖域となっていると。そこで今桜井先生言った訓練施設を、持ったり、
あるいはそこでいろんな武器の調達をやったりとか、うん、いろんな人を受け入れるとか、いろんなことがここでできてしまう。シリアはアサド大統領が、まあ、その住民を攻撃してたくさん20万人とか殺しましたけれども、はい、このシリアでその、まあ、国ではないけど便宜上イスラム国と呼ぶならばですね、はい、このイスラム国の訓練センターができてしまって、これに対してアサド の、 その軍は手を出せない状況があるわけですね。いや、もう手は一応空爆とかやっているんですけども、ここはシリアも非常に複雑で、アサド政権とはどちらかというとこの、南側をダマスカスを中心と南側を今持ってるんですね、でこの北部の方、トルコの国境北部の方は、のイスラム国とか、あるいはヌスラ戦線とか、自由シリア軍とか、いろんなこの反アサド勢力が軍有割拠してるんですね、なるほど、でそういうことで今あのアサド政権も反政府に対している攻撃はしてますけども、イスラム国に集中はできない、ましてこのトルコ、こっちも少し地図を戻してみましょうか、ね、はいはい、このトルコがこの辺なんですけども、トルコは反アサドですから、ということでトルコはどちらかというとアサド政権に対峙をしているこのシリアの反政府勢力を応援していると。なるほど、ね、非常に複雑な状況、複雑ですね。でもう一つですね、今回のイスラム国の特徴を言うとですね、テロリストが初めて領域を持ったって言いました、で領域を持ってそこを中心として支店フランチャイズをあちこちに出してるんですよ。こんなテロリスト今までいませんでした。なるほど、それが、あの支店としてこのシナイ半島とか、まさに今リビアとか、リビア、あとはイエメン、イエメン、ここですね、あるいはそのアフガニスタンの方にホラサン州とかイエメン州とか、自分たちのイスラム国の支店州という形でこう出してる、非常にそれぞれが、情勢が不安定な場所、政治的な空白を狙って、そこで反政府グループと手を組んで、もうそういうフランチャイズをどんどん立てていると、いうことなので、やっぱ次あのリビアまで来ました、でまた場合によっては来たのコーカサス、高加速、ちょっとこのあれには出てません、はい、こっちの方ですね、ですね、チェチェンとか、チェチェンとか、あの辺あたりにまた新たな州を作る可能性もあります。ロシアが非常に昔攻撃をしたところですね。そうするとロシアがその高加速の方にやっぱり、吸引されますから、そうするとロシアはこのアサド政権を応援して、今助けてますね、その応援の度合いが若干薄まる可能性があります、いろんなことを考えて、そうするとそのアサド政権をロシアが応援する度合いが低まっていけば、それはまあイスラム国にとって有利になるということですね。さらに彼らの思想はジハード、聖戦と、自分たち以外の異教徒はそれは殺しても構わないという教えですから、そういう面でこのリビアを方にこの支店を出したということはものすごく大きな意味があって、もうちょっと説明してください。リビアの、からすぐ北300キロのところにイタリアがあるんですよ。あ、そうですね、もうその辺にイタリアが見えてきます。すぐそばなんですよ、実は、で今イタリアが非常にこのイスラム国からのテロを警戒しています、で実際にこの前21人のエジプト人がリビアでイスラム国に殺されましたよね、そうでした。だからエジプトはリビア軍と一緒になって、このリビア国内のイスラムの拠点を空爆しているということですね、でそのビデオの中で、次はローマだと言ってるんです、宣言してる、でローマも射程に入れてると、で今多くの難民がイタリアにもう10万人以上行ってますから、逃げてます、そこにはテロリストが入ってる可能性も否定できませんし、わざとその中に紛れ込んでいて、なぜローマかというと、十字軍の象徴なんですよ。ははー、なるほどね。リビアっていうのはまさにローマを攻撃する、拠点になると。でこれもう不要にですね、欧米諸国がリビアの方にこう攻撃を仕掛けたら、逆に彼らの思うつぼっていうとこもあるんですよ、もう新しい十字軍が来たと、彼らの宣伝工作に間違いなく使われますから。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには、正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。
昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウェブ編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってるんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそういう書き写しなんかをね、やるっていうのは、ね、おかしいですけどね、うん、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。